うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はお知らせです。はい、いつもガズが使っているこのガズのわがままウクレレ、こちらです。こちらのウクレレの、事前予約注文受け付けていたんですけど、皆さんありがたいことにですね、もう事前予約注文の段階で品切れしているものがもう続出しておりまして、なんと本日4月13日月曜日の正午よりフルラインナップまた、追加で事前予約注文できるようになりました。よろしくお願いします。一応確認しますけど、すごく今ラインアップが増えております。まず、はい、いつもこれメインで使ってるガズのソプラノウクレレタイプの、これがまずピックアップありとピックアップなしっていうシリーズがあります。あと斬新な画期的なモデル、はい、7フレットウクレレ、ソプラノウクレレっていうのもございます。はい、あとね、ソロウクレレなんかをやる方のために、ここのフレットが15フレットまであるソプラノ15フレットモデルというのも、ラインナップにあります。はい、あとコンサートサイズ、こちらのコンサートサイズも、ピックアップがついているものとついてないものがあって、こちらの方では16フレットの、モデルと、ソロウクレレでは16フレットまであると助かりますからね。はい、そういうラインナップがあります。いろんなラインナップがあるんで、詳しくは、ここのリンク先行ってください。ここのリンク先に全て網羅されています。いろいろあのシリーズを探していただいて、事前予約注文できるようになったりとか、詳しくどんな風に作られてて、誰がどんな風にどんな流れでっていう風になってます。このホームページで、ちょっとご注あのいろいろ見ていただいて、もし気になるあのウクレレがあったらぜひともご注文ください。で、お届け予定なんですけど、7月の末までお届けということに、させていただいております。ありがとうございます。そしてあの今ご注文いただいてお待ちくださっている皆様、今毎日毎日今日ももじゃくんとインターン生とベトナムスタッフがまあもうガンガン作ってますんで、お待ちください。実はですね、ベトナムでも例のコロナの問題であの工場を稼働していいとか、まあいろいろこうあるんですよ。労働規制みたいなものがあるんですけど、ガズレレの工場はですね、10人未満の工場ということでフル稼働でやっております。あと今流通経路が、例えば輸入輸出のその船便とかそういうものがちょっと影響出るかなどうかなっていうところなんですけれども、今も着実に日本に届いておりますので、大丈夫だと思います。皆さん、ご注文いただいた方お待ちください。ありがとうございます。でまだちょっと気になっている方はホームページを見ていただいて、確認してウクレレ、ぜひこの素晴らしいサウンドのウクレレ、いつもねこのガズレレ YouTube で皆さん聞いておるんで音はもうわかると思うんですけど、ぜひぜひお手に取っていただければと思います。で追加のまあ、いろいろねガズレレいろいろやってるんですけど、まあ、いつも言ってこのガズのわがままウクレレもぴったり入るよという、これねリュックサック型ウクレレケースです。これリュックサック型になってます。これが皆さん大好評でいただいて、これはまあすぐにお届けできる、通常販売に切り替わっておりますね。このこととか、あとはまあいろんなね、いつも言ってますけどキャップだとか T シャツだとかバンダナとかね、いろいろあります。このね、いつもここについてるこの水引きね、これがね、私大好きなんですよ。これ、ウクレレが急にポップでカラフルになるんでね。これはですね、なんと私のガズさんの両親がハンドメイドで一本ずつ、長野県飯田市という水引きの名産地で、もう職人歴40年以上ですから、手作りでやつ、こういうものを、売ってます。これ、ガズレレ .com のね、ホームページで、ちょっとチェックしてみてください。よろしくお願いします。そしてですね、これ、2020年の4月から、ガズレレね、まあ、このコロナの問題もあったんですけど、まあ、それもありも、まあ、いろいろ混ぜ込んで、ガズレレのチーム一丸となって今までなかったようなことをどんどんやっていく発表がこれから目白押しです、実は。で、今日はそのウクレレの追加という、まあ、第一弾報告なんですけど、アプリのことやら、まだこれから今までやったことない新しいこと、どんどんアナウンスしていきますので、ぜひともガズレレ YouTube チャンネル、並びにホームページ、チェックしておいてください。そして、あと最後に、このガズのわがままウクレレがベトナムで、どうしてベトナムで作ってるのかって、モジャ君とどうやって知り合ったんだろうと、どういうなんていうのからくりでこのウクレレが海外で作られてるんだろうと疑問がある方、ここリンク貼っておきます。ちょっと見てみてください。私ではないもう一人の影の立役者の方がいましてですね、まあ、チームのメンバーですよ。ガズレレのこのプロジェクトのもう一人の影のね存在がいて、その人が今ねめちゃくちゃ面白いブログを書いてるんですよ。それをちょっと紹介してるはあのページなんですけど、そのブログを読んでもらうと、この裏側、もう一個のこのガズのわがままウクレレ、このウクレレのストーリー、ヒストリー、歴史が、小説みたいな感じで綴られていますんで、おすすめです。これぜひ皆さんぜひ一回読んどいてほしいです。このウクレレのこともさらになんかまた気になってくれるんじゃないかなと思います。はい、こんな時だからこそ音楽
やりましょう。誰でも簡単、上手い下手とかじゃない。とにかくやっぱ自分の感情を出す、こういうふうに時間がね ある時とか、あとやっぱりそのよく最近いただくのは、例えば看護師さんとか、まあそういうことをお仕事されている方がもう疲れて家に帰った時にこうウクレレで、ちょっとチャンネルを変えるとか癒すとか、そういう使い方もあるし、キッズがウクレレ始めるというねお話もすごくガズレレ YouTube ご活用いただいておるようでございまして、本当にありがとうございます。でまあやっぱ楽しさと笑顔をシェアするのがまあいいなと思うので、そういうこと、やっぱりこの音楽の力すごいんで、僕たちに音楽があってよかった。引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。新しいニュースを見逃さないでください。はい、レッスン動画の方もボンバン上げてきますんでね、よろしくお願いします。さようなら。